異能のカルテ。はい、やりますね。なんかね、超能力を持った女の子をカウンセリングするゲームらしい。で、一応ホラーゲームでもあるらしい。なんか結構いろんな方から異能のカルテってゲームホワイトさんやってくれたら絶対面白くなると思うんでやってみてくださいって言われたんで、もうしょうがないなって思ってやります。スタートでいいのかな。いきます。あら、うん、第一印象、髪長、てか髪のボリュームすっご、ベッドやん、髪ベッドやん。あら、新しい先生なのね。どうも、5時か、うん、あ、これクリックじゃないとできないパターンね。はじめまして、この時間って必要なのかしら。うん、まあ僕、まあ結構リアルなこと言うと人見知りなんで、いきなり二人きりにされると、まあ話せないってのが正直な感想かな。ただ君、髪のボリュームすっごいね。うん。私、お花に水をあげなくちゃならないの。あ、遠回しにおしっこしたいのか。早めに終わってもらえると嬉しいわ。うん。いいよ、お花摘みに行っても俺気にしないから。むしろ、なんでもないわ。やめろ、ちょっとコップに入れてもいいよってキモいこと言おうとしちゃった。てか言っちゃった今。あなたは施設に免れたカウンセラーです。対象との会話を通して個性や異能の詳細を把握し、カルテの情報を埋めることがあなたの仕事です。正気を維持しつつ信頼を積み重ねて、できるだけ多くの情報を聞き出しましょう。はい、わかりました。信頼っていうのはこのハートがピンクになっていくみたいな感じね。こう脳が多分正気なのかな。深夜じゃないか、5時にね、ティッシュあるし。これでこれを見ればいいのかい。エリカちゃん、なんか結構ね、いろんな子が追加されるらしいで、なんか今はエリカちゃんしかできないらしいんだけど、12歳だって。おーおーおい、まだクソガキやの。バース2月15日ね。で、対象者の特徴、性格、これはまだ出てこないって感じですね。こだわり、トラウマだって。俺のトラウマはサバイバルキッズだよ。サバイバルキッズっていう DS のゲーム、君やってみ。多分超能力で DS 壊すことになるよ。これ、俺話しかければいいのかな。あ、クレヨンを手に取った。はん。クレヨンを食べさせる。4色のクレヨン。あまり使い込まれた形跡は見られない。クレヨンを食べる。クレヨンをエリカに見せた。好きなものを描いていいの？いいよ。うん。できたわ。どうかしら。これってさ、分岐があるんだろうね。多分信頼を得られなかったら、一応ホラーゲームって書いてるからぶっ殺されるんじゃないかな。まず一回さ、悪い方から見ていい方を見たいから、まずこの下の方から行く。何かわからないと伝える。あなたには発想力がないのね。うん。あくまで自分の非はないと。自分が絵上手くないとは思いたくないのね。エリカの機嫌を損ねてしまったようだ。ごめんね、ごめんね。じゃあクレヨン食べな。美味しいよ、多分。ぬいぐるみについて聞いてみよう。うん。クソ無表情だな。この話をするにはもっと信頼を得る必要がありそうだ。はいはいはい。重曹の思う。少し心が落ちてちょっと待って。お前、これエリカちゃんのジュースだろ。お前、水あるやんけ。なんで奥にあるジュース飲んだの。お前が、俺飲みなよだと思ったらお前飲むの。それ私のなのだけれど。ですよね。悲しい顔させ、お前カウンセラー失格だろ。お前何してんの。水飲めお前。水飲もう。少し心が落ち着いた。クレイジーカウンセラーだ。俺でも絶対しないぞそれ。髪のボリュームすごいね。あなたお花は好き？あまり好きじゃないにしてみるか。そう、まあリアルで言うと、どっちでもない。別に好きでもないし嫌いでもない。あるなっていう感じ。悲しい顔をさせてしまった。このリボンはおしゃれなのかい。あなた新しく来た先生よね。新しい環境ってどう？楽しい。ね、女の子のねジュース飲んじゃって楽しいよな。そりゃたくましいのね。私は人との関わりが苦手だから尊敬するわ。少し尊敬された。合ってんのかな。つってもハート増えないけどね。時計、ティッシュ使うことない。本棚には絵本や図鑑、教科書などが並んでいる。植物図鑑を手に取った。これいろいろ調べれるのね。他には気になる、特に気になる本は見当たらない。じゃあ本食べる？
分厚い植物図鑑、いろいろな花や草木が詳しく紹介されてる。図鑑をエリカに見せた。この話をするにはもっと信頼を得る必要がありそうだ。いや、信頼得れないだろ。監視カメラあるね。こう見張られていては、見張られていては、教授、キュチャカチャイチャンチャンがいいとは言えないだろう。居心地ね。うん。で、ここは窓には鉄格子が設置されている。まるで刑務所のようだ。よくここに来るのに。もうこれ1時間経てば終わりなのかな。もうこんな時間だ。今日はこれでおしまい。それじゃあ失礼するわ。ほん。1時間しかないのか。こっち、ちょっと待って。え？いい。全く信頼を得られなかった。もうですよね。何にも得られない。もう普通にクビだ。1日目で、え？終わった。この1時間の間にやんなきゃいけないのか。はあ、二度目ましてですね。うん、私お花に、いや、おしっこ行ってきな。早めに終わってもらえると嬉しい。我慢しなくていいよ。うん。いや、いいよ、OKOKOK。ちょっと待って、もう一回やってみるか、じゃあ。まず、あなたお花は好き？まあ、好きにしとく。私も好き。あー、来たね。うん。ちょっと顔が変わったね。ちょっと、ほからかになった。私も好きよ。お部屋でたくさんのお花を育ててるの。どこにあんの？戻ったらお花に水をあげなくちゃ。少し嬉しそうだ。ほん。でもまだ5分しか経ってないでしょ？これをクリックしたらもうダメなの。え、一回クリックしていい？また飲むのかな？飲んだね。飲みは、あ、減ったね。減りましたね。悲しい顔させて。ですよね、そりゃね。で、クレヨンをこの子にもう一回やるでしょ？で、絵を褒めよう。今度は絵を褒めてクレヨンをエリカに見せた。好きなもの描いていいの？いいよいいよ。もう好きなもの描きな。うん、絶対褒める気だから。下手だろうが。上手だと伝える。部屋に飾ることにしようかしら。エリカが微笑んでいる。喜んでるようだ。はん。で、あとは本を取って、これまだ次の日とかあるんじゃない？で、本を、待って。これを使う。で、エリカに見せた。あ、そっか、でもこれ信頼必要なんだよね。で、水飲むか。水飲み。で、これも、手作りなの。お裁縫が趣味なの。今では私の大切な友達よ。あ、これはハートが一つ追加されたから、もう聞けるのね。器用だね。貸してほしい。え、貸しほしいにしてみたい。はい。わかったよ。大切なものなんだね。あた！じゃあ何にもしないよ！とてもとても大切なお友達なの。渡してくれたが人に触れてほしくなかったようだ。でも渡してはくれたんだ。中身は何だろう。少し生々しく、かと思えばゴワゴワとしている。エリカにぬいぐるみを返す。エリカちゃん、もうちょっとだけ触ってもいいかな。あ、ぬいぐるみを手に入れた。手に入れちゃった。別にくれる、くれるとは言ってないぞ。え、これ使う？ぬいぐるみをよく調べた。エリカに睨まれてしまった。エリカちゃん、ごめんね。なんかもう返そうと思っても返せないんだ。どうしよう。うん。ずっとブチ切れてんだけど。ははー、びっくりした。おい、顔戻んなよ、急に。あなた、新しく来た先生よね。新しい環境ってどう？緊張するにしてみる？そうよね。私も新しい環境や、人と関わるのは苦手よ。特にここにいる大人は、仕事人間って感じであまり好きじゃないわ。まあ、仕事をしなきゃいけないでしょう。あなたはそうならないでね。ここでアドバイスを受けた。どういうことやね。なんでこの12歳の子に仕事のアドバイスされなきゃいけないの。もうこんな時間だ。今日はこれでおしまい。いや、人形持って帰ることになっちゃうけど。うん。え、人形。あ、え？そういえばぬいぐるみを返していなかった。なんだ？中身が動いて。おお！グルミンじゃん。あいつぬいぐるみじゃない、グルミンだ。またいいかい。まあ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 、でもこういうちょっとしたエンディングを見れるから、まあ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 、見たからね。何も成果ないわけじゃないから、三度目まして。すごい、もう、初見だね、うん。絵については上手だと伝えれば二つなるでしょう。部屋に飾ることにしようかしら。ヘリカが微笑んでいる。喜んでるようだ。はいはいはい。で、監視カメラ、これジュースは飲まないようにして、水飲んで、心落ち着いたでしょ。で、
新しく来た先生よね。で、これをこっちどっち選択しても別にあんま変わんないんだね。うん、これは OK だね。でもこれもう3つ目はどうすりゃいいんだ。あとはこのぬいぐるみでいいのか。ぬいぐるみついてで、でこう器用だね。これもう一回貸してほしいにして一回返してみるか。一回ブチ切られるでしょ。とてもとても大切な友達なの。うん、で少し生々しくかと思えばゴワゴワとしてる。これ中身人形じゃないんだね。こう外側だけ人形だけど中身はなんか T ウイルスでも感染してんのかい。これ返そう。うん、すごいいいぬいぐるみだったね。ぬいぐるみがエリカが、んぬいぐるみがエリカをか、あ、違う、エリカがぬいぐるみを抱いてそうになれただ。なんでぬいぐるみをエリカがなれたみたいな、意味わかんないな。これでもう一回ぬいぐるみについて聞いてみよう。この子は私を理解してくれるお友達なの。はん、心を込めて作ったわ。あ、作ったのこれ。友達を大切にしてるんだね。少し子供っぽいね。子供っぽいねにしてみよう。自覚はしてるわ。これで変な。けれど私にとっては大切なものなのよ。悲しい顔をさせてしまった。はん、はんはんはん。ジュース飲め。気になるジュースが。もう一度聞く。うわ、さらに。あなたには仲のいい友達はいるの？あまり多くないかな。うん、あまり多くないよ。そう、私と同じ。ああ、増えた。エリカは寂しそうに微笑んだ。カルテに性格の情報を書き込んだ。お、やっと？やっと1個目だ。内向的、人と関わるのが苦手。まあ、超能力者はね、人とは違うっていう感性持ってっからのそんな感じじゃないかなって。私はまあよ、これ本も渡せんじゃない？図鑑エリカに見せた。あ、来た！あら、花の図鑑もあるのね。好きな花を聞いてみた。私と同じ名前の花、エリカ。そんな花あんの？エリカって。この花は私の憧れなの。ピンク色で壺型の花が密集して咲くのが特徴の花のようだ。はあ。エリカはたくさんの花を付け合える植物なの。へえ。名前は同じでも、一人ぼっちの私、かっこエリカとは違うわね。少し羨ましいわ。ちょっとネガティブ系あるな。花それぞれの形状が美しい。たくさんの花が揃ってこそ美しい。これ下にしたら多分上がんないんだろうね。まあ、下にしてみようか。下がるんだ。そうよね。一つの花だと、なんだか寂しくて。私に似てるわ。うん。悲しい顔させしまった。お前ほんとカウンセラー失格だな。まあ終わってるわ。全然喜ばねえじゃん、この子。カウンセリングしてて。そういえば前の先生はどうなったのかしら。いや、死んだんじゃない？君が殺したんじゃないの？記憶ないんじゃね？この子何回か人殺してんだろ。どんな人だったか聞く。私も特に親しかったわけじゃないのだけれど。そうね。堅苦しい人だったわ。はあ。仕事優先で。私たち個人のことなんて見ていなかった気がする。はあ、仕事人間。俺はその人とは違うような人間で接しなきゃいけないってことだね。その人だって結局失敗したからいなくなったってことだもんね。施設の他の大人たちと同じね。うん。あなたはどうなのかしら。探るように見つめられた。そして舐め回すようにキスをした。もうこんな時間だ。今日はこれでおしまい。もう結局1時間で済ませなきゃいけないから1回でもミスしたらダメなんだね。それじゃあ失礼するわ。これはハート1だから、でも結局 D ぐらいで終わるってことでしょ。 D だね。うん、なるほど。分かった分かった分かってきた。だんだん分かってきた。4度目ましてだね。これで次は割と真剣にやろうかな。もう好感度取りに行こうかな。はじめまして、僕は4度目ましてだね。よし、ハートは3になったぞ。で、性格も更新された。で、本じゃねえ、図鑑、見せて、うん。で、これで、また好感度上げたらどうなんの？花についてのやつ。それぞれと、これでしょ？それぞれの形状が美しい。これにしたら？この花はネガティブな花言葉が目立つのだけれど、よく見ると、一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だからなんだか恥ずかしいわね。うん、ありがとう。いいよ、いいぜ。いいよ。エリカが優しく微笑んだ。カルテに好きなものの情報を書き込んだ。はい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 。ジャノメリカメラチャカ、密集して咲く花だが、チャモカはそれぞれの花の個性的な形状に惹かれてるだ。チャモカね。うん、あとどうすんの。
これぬいぐるみについてもう一回聞くか。でも結構時間ギリギリなんだよな。理解してくれる子なんでしょ。友達が大切にしてるんだね。にしよう。少し子供っぽいかしら。それでも私は大切なお友達で私の一部みたいなものね。うん。エリカがぬいぐるみを大事そうになれた。このぬいぐるみ、めっちゃクズな、俺もわかる、デフォルトロールクズだからさ、こういうこと思っちゃうんだけど、このぬいぐるみペーンしたらどうなんだろう。左の方にペーンしたら、この子のあのピキ顔がさ、なんかねずこみたいな目みたいになってさ、どうなんだろう。俺噛みつかれて殺されるのかな。あなた私とお話ししていて楽しい？まあ楽しいな。いえ、こんな話をしても無駄ね。忘れてちょうだい。そんなん、じゃあ聞くなよ。気になるやんけ。何か話したいことがありそうだったが、踏み込むには情報が足りない。うわー、待って、割と結構やったけどさ、時間が足りへんな。そういえば前の先生はどうなったのかしら。これ知らないにしてみる。そうけど、先生が変わるのはよくあることだわ。なんで変わるんだろうな。これもわかんのかな。あなたと、あなたとは、あと何度会えるのかしらね。え？すぐに辞めると思われてるんだろうか。あー、こんな時間になっちゃった。今日はこれでおしまい？それじゃ失礼するわ。5分ではなきゃいけないでしょ？難しい、C だ。じゃんじゃんって何？だんだんでも、十分な信頼を得た？ C で？じゃあ B どうなんの？B 彼女になった、 A 家族になった、 S セックスを、やめろ。最近どの動画でも下ネタばっか言ってるって言われてるからやめよう。いや言ってんじゃん俺も。動画の始めでおしっこだの何の言ってるの俺。ごめんなさい、ちょっともう一回最初からやってみよう。これはもう一回もミスしないようにしなきゃね。今40分で残り4回かな。4回できるんだよね、行動が。でも人形に話しかけて、前の先生のくだりも今聞き終わったから、これでもう一回話したら来たね。あなたはこの施設の外から来たのよね。はい、そうなの。私はもうずっと外には出してもらえてないの。また大きな図書館や植物園に行きたいわ。いつか一緒に行こう。へへ、ありがとう。嘘でも嬉しいわ。エリカは寂しそうに微笑んだ。あと3回。これ人形か？ジュース飲まなくていいの？どうしよう。クレヨン何もやってないんだよね。クレヨン必要なのかなと思って。この子に重要なのは鼻の話と、あとこの子の心に踏み込む、その、謙虚さ？踏み込んだら謙虚じゃないのかな？わかんない。もう何言ってるかわかんないや。とりあえずクマのぬいぐるみでいいのかな？あ、来た！来た！これさっきまで信頼度足りなかったからできなかったけど。昔ね、喧嘩し仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがあるの。あ、超能力でか？私もケッとなって。その後のことはあまり覚えてないのだけれど。あー、よくあるパターンだ。もう、ピキってきちゃったら超能力で記憶のない状態でファッサンやって、その友達はプッシュで、はぁ、助けてくださいってなって、いつの間にか友達死んでたみたいな。この子気づいてないみたいな。あの瞬間で唯一覚えてる私を見るあの目が忘れられないの。ああ、恐怖の目か。人を傷つけるのは良くない。これにしたい、これにしたい。でこの子がどんな反応するのか見たいけど、まあ辛い思い出だねにしとくか。その子の家に謝りに行ったのだけど、その子に会えなくて。あ、死んでないんだ。ごめんなさい、昔の話よ。まあ、その友達は超能力がね、あるなんて分かんないもんね。今はこの子が私のお友達だから、寂しくないわ。エリカはうつむいて、ぬいぐるみを撫でている。カルテにトラウマの情報を書き込んだ。あと2回だよ。無理じゃん。この子の超能力の詳細と対処。これ超能力への対処ってことは、この子ブチギレさせなきゃいけないんじゃないの？そういうことじゃねえの？で、もう一回話すか。あなた私と話してて楽しい？この話をする時間なんて無駄よ。あなたもどうせ今までの先生と同じ仕事人間ね。本当の私を見てくれない？え、なんで？なんで？私はずっとずっとずっと一人ぼっち。え、ただ単に好感度上げるだけじゃダメなのかな。あー、いや、これ上なんじゃねえの？本当はいい方は上なんだろうけど、カウンセリングする体にするんだったら
下だよね。下か。あなたも同じね。今までの先生と同じ。能力を知りたいの。いいわ。私の姿を見せてあげる。そして私を恐れないように、あなたの頭も目も体も、すべて私の一部にしてあげる。そんなにすんの？え、見せてっつったら、俺君の一部になるの。いや、嘘やん。君、0か100やん。今まで100だとしたら、一気に0なら、わお！助けてー！お友達になりましょう。おい、カメラあんだろうがよ！それでジュース飲め。気分変わるかもしれん。この蜜で、蜜っていうかこの口、触手みてえなやつでジュース飲めば、元気な。お前もう、友達がとんでもないことになっとるよ。エリカがとても恐ろしい姿に変化した。じわじわと自分の体に草花が蝕んでくる。なんとかしなければ。好きだって言え。告白しろ今。相手12歳だぞ。多分好きだって言ったら、へこんな私のこと好きなのみたいな、多分ちょっと変わるんじゃね心が。体内に宿した草花を自由に操ることができる頭頂部に伸びた花が核のようだ。あ、これ踏み潰せば。そんなことしちゃいかん。え、どうしよう。あと一回しかないぞ。あなたも私の一部にしてあげる。正気が保てそうにない。意識いか。やっぱりあなたも、これまでの先生と同じだったわね。おやすみなさい。ジュースかければよかったんじゃね。うわ、B だ。でもどんどん、やっぱ上がってってはいる。対象者との関係構築、なしになっちゃった。担当者は行方不明として処理。はーん、いや、監視カメラ。なんだ？あの植物でなんか隠されてもしたら、その緊急事態になってすぐ来いや！何のための監視カメラね。何回目これ、5度目ましてかな？ 6 度目ましてかな？まあでも多分手順的には同じだよね。必要ない部分もあったのかな？ん？ごめん。ちょっと今これ新しい選択肢来た。どうしてあなたはこの仕事をするようになったの？みたいに言われた。子供が好きだから研究のため。子供が好きだからだよ。真逆。俺苦手だわ、本当は。本当かしら。疑われてる。あなた私とお話しして楽しい？うん、無駄ね。忘れてちょうだい。何か話したいことがありそうだったら踏み込むには情報が足りない。ちょっと待って、気付けてしまったのの下りでも、これ難しいわ。もうせめてもの抗おう。もうどうせ一回しかできないから人と気付けるのはよくない。ですよね。わざとじゃないの。いえ、その通りだわ。言い訳をね。だから私にはこの子さえいればいいの。カルテにトラウマの情報書き込んだ。いやー、ちょっと難しいなこれ。どのやつを重要なのがどれかわかんない。いらないものは省いた方がいいってことだもんね。これね、ちなみにもう8度目ましてですね。この子いつまでも始めましたけど、俺もう君と8回目だよ、もう。関わり始めてからもう結婚しようよ。よし。よし。よしよしよし。ここまでは来たぞ。ここまでは来たけども。うん。水かけたらめっちゃ喜ぶか。しぼめ。やっぱこれジュースじゃね？今はそれどころではない。マジ？全然違うの？ここ？Oh my god. 私多分完璧な状態で来たんじゃない？一応ね、ぬいぐるみを貸してもらった時点で、この脳のなんか正気ゲーターじゃない、正気メーターみたいなやつ、これ1下がるから水飲んでみたら回復したね。で、ちなみにこの子のジュース飲んでも回復したね。で、まずこれ完璧な状態で来たんだけど、残り2回しかできないから行動が。まず、この能力のことを教えてほしいじゃなくて、自分と友達になろうにしてみよう。そんなに簡単に言わないで。私の姿を見たら恐ろしがるに決まってるわ。あの時のあの子と同じように。今までの先生と同じように。いえ、そうね。私、あなたとお友達になりたいわ。あなたが私を否定しないように。そして、私を恐れないように。あなたの頭も目も体も、すべて私の一部にしてあげる。結局こうなんのかい？結局そんなんかい？ね、待って！うん、変化した。え、どうしようこれ。ここでどうにかしなきゃいけないんでしょ？
今はそれどころではない。助け呼べよおめえ。いや、ぬいぐるみ、ぬいぐるみの縫い目から植物が這い出してきている。クレヨン。どうすりゃいいのこれ。植物図鑑だ。これで僕は君みたいな花が好きなんだ。でいいじゃん。どうすりゃいいの。絡みついた草花を引きちぎる。引きちぎれ。そんなことをしても無駄よ。腕や腹をつたが突き破っていく。息ができる。あそこ説得か。ただちょっと興味本位でやってしまった。引きちぎろうと思ってもダメなのね。10度目まして、もう親友。よし、ここまで来たぞ。説得しよう。あなたも私の一部にしてあげる。説得だ。そんなことをしても本当の友達はできないと説得した。うるさい。あなたも私のことを恐ろしいと思ってるわ。そんなことない。俺は君に恋をしている。あの時とあの子も同じ目をしていた。あの時のあの子も同じ目をしていた。好きだ。エリカとの会話を思い出した。能力を持つ子供たちとしてではなく、エリカ個人のことを理解したいと伝えた。恐ろしい姿の私を見ても、あなたはそんなことを言うの。言う。だって好きだもん。でもあなたは私の話を聞いてくれた。あなたを信じてもいいの。俺と恋人になってくれ。エリカ、エリカ。体を蝕んでいた草花が引いていく。あなたは優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず私と向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。こんな私とお友達になってくれる？もちろん、これからもよろしく。好きだ。次回も楽しみにしてるわ。ああ、結婚しよう。好きだ。愛してる。 S A 飛んで S なんで。いや、これはじゃあ逆に A を先に見ればよかった。なんで、なんでうまくいかないからいきなり一番いいに行くの？このまま、待って、E、E、E、D、C、B、A、いけよ。なんでやねん。なんでこう順番的に A 先に見ねえんだよ。声ガラガラなってきた。これさ、多分説得じゃなくて最後に恐ろしいと伝えると A になるのかな。あの時のあの子も同じ目をしていた。恐ろしいと伝えるか。そんな目で見るのはやめて。私を怖がらないで。草花が体を蝕んでいる。腕や腹を伝う、これどうやっていくの？一番難しいっしょ。めっちゃいろいろ試したんですけど、結局選択肢ではもう何も変わらん。だからハート、この好感度を2にしてきた。なんか友達を傷つけたやつで、なんかそれは悪いよみたいな、傷つけるのは良くないっつってハート2にしてきて、結婚しよう。2でも戻んのかな。あ、戻るんだ。体を蝕んでいた草花が引いていく。あなた優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず私と向き合ってくれた。あ、流れは同じなのかな。ただハートマックスだと多分結婚できるんだろうね。で、2だとお友達のままなのかな。もちろん。これもちろんでも変わんなかったんだよ。次回も楽しみにしてるわ。これで S じゃなくて A だろ。あ、来たー。で、しかも俺能力への対処全然読んでなかったね。話を聞く際は対象者を否定しないこと。うん。自分が友達になると約束をする。そうなんだよ。深く考えすぎてたんだ、他のカウンセラーは。すごくシンプルなことなんだよ、結局。信頼できる人間が欲しかったってことなんだ、この子は、エリカちゃんは。おーい！はい、というわけでですね、イノノカルテ。これなんかね、他の子も追加されるみたいな話も聞いたんで、
はい、エリカちゃん以外の子も今後出てくるのかもしれないから、まあまた今度追加されたらやろうと思います。というわけで今回は異能のカルテでした。